あ、幹事社の広島ホームセンターです。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力をお願いします。まず知事から冒頭発言が1件ありますのでお願いします。はい、新型コロナウイルスの感染状況等についてまずご説明をしたいと思います。直近の感染状況、お手元の資料をご覧いただければと思いますが、新規感染者はですね、1000人を超える日もございましたが、現在は16日連続で前の週の同じ曜日を下回っておりまして、ゴールデンウィークの影響もある程度ですね、収まってきたのではないかと考えています。確保病床の使用率は 25.8%、 これは5月30日時点ですけれども、となっております。でこのまま推移すれば6月も病床使用率は 50% を超えない見込みとなっています。これは皆様の継続的な感染対策やワクチン接種によるものと考えておりまして、この場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。3枚目ご覧いただきますと、マスク着用につきましてはこれから暑くなるにつれまして熱中症のリスクが高くなると、また小さなお子さんへの影響も踏まえまして、国からマスク着用が必要な場面や不要な場面が示されたところであります。県としてもこれらの例示に沿いまして屋外や屋内でのマスク着用や子どものマスク着用について周知を図ってまいります。具体的には屋外では人との距離が2メートル以上を確保できない場面で会話をする場合はマスクの着用を推奨いたします。逆に屋内では人との距離が2メートル以上確保できてなおかつ会話をしなければマスクは必要ないと考えています。加えまして夏場は熱中症防止の観点から屋外で人との距離を2メートル以上確保するか会話をしないようにしてマスクを外すことを推奨いたします。また子どものマスク着用につきましては人との距離が確保できる場合においてはマスクを着用する必要なく就学前のお子さんにつきましてはマスク着用を一律には求めません。しかしながらですね、4枚目ご覧いただきまして、ここで大事なことは感染防止対策はいくつもの対策が重なり合って効果を発揮しているということであります。別にお示ししましたように手洗い、換気、人との距離を取る、マスクの着用、ワクチン接種とそれぞれの対策を重ねて行うことでより高い感染防止予防効果が期待できると考えております。このためマスク着用が感染防止に有効であることは何ら変わりありませんので、お一人お一人が状況に応じてマスクの着用を続けていただければと思います。また自分で判断が難しい小さなお子さんには保護者や周りの大人が声をかけたり ご家庭で一緒に学んだりして適切にマスクを着用できるように教えてあげていただければと思います。5枚目ご覧いただきまして、続いてワクチンの効果であります。現在若年層のワクチン3回目の接種率がまだまだ低い状況にありますけれども、県では若い方にもワクチン接種を検討いただけるようワクチンの効果を検証しました。検証は主な感染経路であります家庭内の状況を分析するといたしまして、これはかなりの濃厚接触をしているという前提もございます。そういう状況での感染状況を見ているわけですが、3月に陽性が判明した患者の同居家族の方々についてそれぞれ感染率を確認をしましたところ、ワクチンの3回目接種が進んでいる高齢者は感染率が低く、3回目接種が進んでいない若年層は感染率が高いということが分かりました。中でも最も感染率が高かった20歳から39歳までの若い世代についてワクチン接種回数別の感染率を確認をしたところ、右側のグラフにありますように3回接種した方は3割以下の人しか陽性になっていないということで、7割以上の方は感染していないということが分かりました。
未接種の方とも比較してもかなり低いということがお分かりいただけると思います。このことからですね、若い世代の方もワクチンを3回接種することで感染予防効果が高まると考えられますので、自分を守るため、また家族や友達を守るためにも3回目の接種をご検討いただければと思います。以上を踏まえまして6枚目になりますが、県民の皆様には次のことをお願いしたいと思います。まずマスクの着用につきましては、熱中症対策の観点から、通勤通学時など屋外で人との距離が確保できる場合などはマスクを外すことを推奨いたします。しかしながら、マスク着用が感染防止対策に有効であることは何ら変わりありませんので、状況に応じたマスク着用や手洗い、換気、人との距離を取るといった基本的な感染対策の継続をお願いいたします。ワクチン接種については、20歳から39歳までの方も3回目の接種により感染予防効果が高まると考えられますので、若い方をはじめ県民の皆様にはぜひとも積極的にワクチン接種を検討してください。なお4回目接種も5月下旬から始まっておりますので、対象となっている方は4回目の検討をお願いいたします。保険については以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。なお手話通訳者の方が通訳しやすいよう、質問ははっきりとおっしゃっていただきますようお願いします。中国新聞の長久です。よろしくお願いします。マスクの着用に関連して、このこと政府がですね、屋外のマスク着用のあり方を公表してますけれども、今回のこの件の考え方といいますかについては、あくまで政府の考え方に沿った内容というふうに考えてもよろしいでしょうか。はい、そうです。改めてですが、政府が示したその着用のあり方についてはその知事としては、じゃあ妥当というふうに考えていらっしゃるということでしょうか。どのように評価されているか改めてお聞きできますでしょうか。はい、繰り返しになるかもしれませんけれども、感染防止対策というのは、一つのもので完結するわけではなくて、先ほども申し上げたようにいくつもの対策を重ねて行うことで、より高い感染防止対策の効果を発揮するものだと考えておりまして、マスク着用についても有効な感染防止対策であることは変わらないと考えています。そういうことを踏まえますと、状況に応じてということではありますけれども、マスク着用は続けていただければと思っています。その上で、特に夏場はですね、熱中症のリスクが高まるということもありますので、屋外では人との距離を十分に確保するか、会話をしないというような形でマスクを外すことを推奨していきたいと考えています。はい、あとですね、直近の感染状況について、落ち着きつつあるということですけれども、感染の状況が下がっている要因といいますか、そのあたり分析されている内容がありましたら、改めてお聞きできますでしょうか。そうですね、ここはですね、まだちょっとですね、はっきり、分からないというところです。まずちょっと分析中というところです。これまでその若い世代が多かったり、割合感染の場面別でいうと家庭や学校が多かったりという状況が見られたと思うんですが、その辺も含めてですね、全体的に下がっているというふうに考えているよろしいでしょうか。家庭が多いというところはあまり変わってないと思います。若干職場が伸びてきているかなとかですね、これはまた市町によって若干違うところもあったりするんですけども、それでワクチンの効果もあるんだと思いますし、いろんな要素があるんだと思いますが、今ちょっと確たることが言える状況ではないというところですね。その他ご質問あるでしょうか。共同通信の佐々木と申します。ワクチン接種について一旦お伺いしたいんですけれども、
県内ではですね、5月末でワクチンの期限が切れてしまい、廃棄するものが20万回分以上あるというふうに聞いております。4回目の接種も始まっておりますが、少しでも無駄をなくすために、県としてはどのように取り組んでいかれるか、お考えをお聞かせください。はい、もちろんですね、できるだけ、なんて言いますか、計画的に使っていくということですけれども、これは、どうしてもこの5月末に有効期限が来るものがありますので、これはいかんともしがたいところだというふうに考えています。若い人の接種率をですね、高めるということが、あるんですけれども、それももうすでに今日までということなので、残念ながらちょっとまだやってないというところですね。今後はやはりその需要と供給をマッチさせながら進めていくということだと思います。その他ありますでしょうか。続いて知事からの発表が1件ありますのでお願いします。はい、本日の発表項目、食のイノベーション推進事業の参加募集についてでございます。県では生産性の高い農業を取り入れて、安定した所得を確保しながら本県の農業をリードする企業形態の育成支援を進めているところでありますが、その支援の中で異業種と連携したい、社会環境の変化をビジネスにつなげたいなど、新たなビジネスを創発すると、そういったことを希望する意欲的な農業形態が現れてきております。こうした状況を踏まえまして、県では生産から販売にかかるさまざまな企業と農業経営主体が連携しまして、新商品やサービスの提供など新たな食のビジネスを創発する取り組みを進める食のイノベーション推進事業を今年度から実施しています。この事業で県は新規事業立ち上げのノウハウを有する専門家と一緒に新たなビジネスにつながるニーズの発掘であるとか、あるいは事業構想の作成、農業経営体と企業のマッチングなどプロジェクトの立ち上げを支援してまいります。またプロジェクトの実行計画に基づく新たなビジネスの実現に向けまして、専門家による課題解決や現地の実証にかかる経費につきまして、今年度最大300万円、最長3年間の支援を行います。この度本事業を推進するプログラムであります広島フードバトンを立ち上げて、明日6月1日より本事業に関心のある農業形態や事業者の参加募集を開始いたします。また6月8日水曜日に本事業の内容や募集方法、個別相談などについて説明するオンラインセミナーを開催いたします。農業形態や食のイノベーションに関心のある事業者の皆様にはぜひセミナーに申し込んでいただきまして、本プログラムへの理解を深めて取り組みに参加いただきたいと思います。県ではこうした取り組みを通じて農業形態の稼ぐ力を高めて安定的な所得を確保する農業形態を育成することで生産性の高い持続的な農林水産業を確保してまいりたいと考えているところでございます。私から以上です。この件について質問がある社はお願いします。続いて幹事質問に入ります。2023年の主要国首脳会議、いわゆる G7 サミットについて広島での開催が決定しました。現在ウクライナ情勢が緊迫し、核兵器使用のリスクが懸念される中、被爆地広島において、各国首脳にどのように核兵器廃絶を訴えるのか、その具体策について知事のお考えをお聞かせください。また、例えば各国首脳に平和記念資料館の視察や被爆者との対話などを要請するのかについても併せてお聞かせください。まずですね、やはり今 の現下の国際情勢、ロシアがウクライナ侵略をしているという状況がありまして、国際社会は大きな危機に直面をしていると言えると思います。
まあ、特に核兵器の使用をロシアのプーチン大統領を示唆してまして、まあ、これは世界中の人々に大きな不安だとか、あるいは恐怖を与えていると思います。その中で核抑止の議論をですね、拡大させるといったようなことも見られまして、核兵器廃絶に向けてかつてないほど厳しい事態を生み出しているという認識がございます。まあ、こういう中で G7 サミットでは各国の首脳にまずは被爆の実相に触れていただいて、核兵器の非人道性をしっかりと認識していただくことが核兵器廃絶に向けて非常に重要であると考えています。まあ、そうした意味で平和記念資料館の視察であるとか被爆者の対話というのは意義が極めて大きいと考えておりまして、国に対してこうした場を設けていただくように強く働きかけてまいりたいと考えています。そして各国の首脳には核兵器の存在そのものが大きな脅威、まあ、リスクであって、まあ、核兵器の使用を防ぐ唯一また確実な方法は廃絶しかないということを改めて理解をしていただきまして、ウクライナ情勢で厳しい状況にある核軍縮に向けた議論をですね、再び進展させる契機となるということを期待をしています。また広島では戦争の悲惨さと同時に平和がもたらす繁栄というものを実感していただけるとも思いますので、将来ウクライナの人々が復興に向けて前進する際の希望の象徴として広島の豊かな魅力を最大限感じていただけるような取り組みも行ってまいりたいと考えています。この件について質問がある者はお願いします。広島テレビの金丸です。今平和に関する期待を知事が述べてくださいましたけれども、もう一点経済効果も県民にとっては気になる部分だと思っております。伊勢志摩サミットなどの前例を踏まえて知事もこれから考えられるとおっしゃってましたけれども、改めてどういった期待があるのかですとか、経済面では何に力を入れて準備されていきたいかお考えをお願いいたします。まずですね、この開催自体、会議の開催自体が大きな経済効果があるわけですけれども、それはこの首脳とその関係するですね、スタッフの皆さんがかなりの数宿泊をされます。で、事前にも来られますし、そういったことも含めてですね、宿泊だとか飲食の需要っていうのはかなり増えてまいります。で、その上、もちろんその世界中の記者の方々もですね、いらっしゃるわけで、そういったその会直接会議に関係する皆さんの来訪で、相当な経済効果があるというふうに考えています。で、これに対してはですね、全県的にやはりその効果が得られるようにですね、できるだけ考えていきたい。広島市内の宿泊であるとか飲食はもちろん大きく活用されると思うんですけども、いろんなそれだけで足りるのかとかですね、いろんなことを見ていかなければいけませんけれども、できるだけ全国的にその効果が発揮されるような進め方を考えていく必要があるだろうというふうに考えています。で、それに加えてこのサミットを機に広島についてやはり関心が高まっていくと思います。で、それは平和とこの G7 というのがですね、非常に今ある意味時期を得たテーマであるということも含めて、より普通のサミットよりですね、より関心が高まっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。で、そういった機会を捉まえて、もちろん平和についての発信、これは広島市を中心としてですね、取り組むことになると思いますけれども、きちんとしたメッセージを出して、そういった皆様に受け止めていただいて、広島にもまたその来てそれを感じていただくというようなことにつなげていければと思いますし、平和のことだけではない、やはり広島の魅力ということも様々発信ができると思いますので、それは伊勢志摩の時もそうですけれども、
伊勢神宮に行ったりとかですね、あるいは阿呉湾を背景にした美しい映像を島が並ぶとか、まあ、そういったシーン、まあ、様々考えられると思うので、そういったことも活用しながらこの広島の美しさだとか素晴らしさということを発信してですね、で平和とはまた別の意味で皆様に関心を持っていただくということですね。これは食の分野でもちろんそういったことがあると思うので、それも活用をしてですね、全般のこの広島の魅力について、理解していただけるような発信ができればと思っています。ありがとうございます。これらの準備については県としてはどのような組織体制で臨まれたいかというのはございますでしょうか。はい、これについては、今後、調整をして立ち上げていきたいと考えています。別に今検討中です。ありがとうございます。その他に質問がある者はお願いします。日経新聞の部です。よろしくお願いします。前回の会見でも少し出ましたけれども、芸備線を含む JR 西日本のローカル線についてなんですけれども、その他の検討会、推進検討会議の幹事会もしくは県に直接でもどちらであってもなんですけれども、 JR 西さんの方、 JR 西の方からは前提のない議論という呼びかけは直接もしくは検討会議の中幹事会とかで県に対して来ているものでしょうか。そういう議論をしたいというか、その場を設定したいという要請という意味ですか。それは今のところありません。県として、前回検討会議の場で前提のない議論というのは応じられないというふうなお話もありましたけれども、その考えに変わりはないかということと、あと県に直接もしくは検討会議とは別の場で、前提のない議論というのを求められた場合は県としてはどういうふうに対応するご予定でしょうか。これも繰り返しになるんですけども、前提を置かないということは、まさに損賠について前提を置かないということなんだと思うんですね。で、ややですね、この今ちょっと聞こえているのは前提を置かないと言いながらですね、この鉄道の特性を発揮できてないので、その地域のお役に立ててないということをおっしゃるということがあるのでですね、それはやっぱりなんていうか発揮できてないし役に立てないっていうの、でも継続したいんですっていう趣旨ではないように聞こえるわけですよね。ですからそう言われるとですね、ちょっとなかなか対応しにくいんですが、いずれにしてもですね、例えば本当に前提を置かない議論をするとしたら、じゃあ実際にどこまでこの鉄道の利用っていうのを、拡大とか回復できるのかっていうようなことも含めて検討する必要があると思うんですね。でその中で本当に例えば JR さんとして維持が可能なのかダメなのか、そういうことになってくると思うので、いずれにしても今行っているですね、この利用促進、これをもう少しどこ見ていく必要があると思います。まだ半年しかやってないですし、このコロナ禍の中でもありますので、通常の状況と随分違う状況の中で行っていることでありますから、そこをですね、やらなきゃいけないということになると、あまり変わらないのかなというふうには思っているので、まずはこの利用促進の会議の方でですね、しっかりと結論を出していくというか、状況を確認をしていくということが重要だと思っています。ありがとうございます。前提のない議論という言葉に対する県の受け止めを伺いたいんですけども、やはりこれはどちらかといったというか、もう廃止が、前提、廃止を話し合うような議論につながる言葉だというふうに、やはり県としては捉えていらっしゃいますか。いや、一般論としてそうだとは思っていません。例えばそれこそ利益線もいろいろありますから、
あの広島カルガ館のですね、あのことについて前提のない議論をしましょうといったときに、これはあの廃止につなげていこうというそういうものだというふうには受け止めないと思うんですよね。で、問題は先ほど申し上げたように前提を置かないと言いながら、いや鉄道の特性は発揮できてないんですよと、他のモードの方がいいんじゃないですかっていうのをおっしゃりながらそうおっしゃるわけで、それはだから前提を置いてないと言いながら前提を置いてるじゃないですかということですよね。あのいやいや本当にその地域に の公共交通の在り方がどうなったらいいんだろうかっていうことを検討するっていうんであれば、そういう言葉は出てこないわけなんで、でもそういうふうにおっしゃりながら前提のない議論というと、その前提のない議論ということによって、なんとなくこの、なんていうんですかね、この免罪符のようにですね、こう聞こえるわけですよね。だからまあ、本当に前提のない議論だったら、それはそれでいいんだと思うんですが、まあ、現状のこの議論っていうか、ご意見いただいている中身としては、JR としては、JR さんとしては、廃止をしたいという前提で議論したいというふうに、まあ、どうしても聞こえてしまうと。ありがとうございます。はい、すみません。まずはですね、G7 のサミットの件で、この件について何か質問がある者はご質問の方をお願いします。では一般質問に移ります。他に質問がある者は合わせて挙手お願いします。中国新聞の中山といいます。旧陸軍被服支廠について伺います。先日中国財務局が国有の4号棟の耐震化の方針を示されました。で、権威所有の3棟を含めて全4棟が保存される形になるわけですけども、このことについて知事の受け止めをお聞きします。でさらには4号棟ですね、どのような活動を望むか、知事のご意見があったらお願いしたいと思います。でもう一点、現在県の3棟については利活用策の議論を進めているところだと思いますけども、国の所有分の4号棟も含めて一体のものとみなして、有識化懇談会などで一緒に議論していくおつもりがあるかどうか、そのあたりも含めて聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、まずですね、これ何となくこうなし口実的に印象ができているのはまずいなと思うんですけども、今やっているのはこうあくまでも安全確保ということなので、その保存4棟が保存されるということがですね、決まったわけではないし、その中国財務局としてもそういうふうにおっしゃっているわけではないということがまずあると思います。まずそのやはり、この周辺住民の皆さんの安全確保の観点から、この耐震、補強を含めてですね安全対策を着手する、これは県もそうですし国もそうだということになると思うんですね。で保存利活用の取り扱いについては今後県もおっしゃるんですけども、市と、そしてもちろん国も含めてですね連携しながら対応していくことになろうかというふうに思います。でその今後のその利活用のことについてはですね、これは今ご承知の通り多くの県民の皆様からいろんなアイデアをいただきながら、ご意見をいただきながら進めているところでありますので、こういった意見を参考としながらですね、今懇談会があって、そこで議論検討をしていくということになりますので、その中でまたその国も含めたですね、4号棟も含めたものになっていくのかということもですね、考えていくのかなというふうに思っています。4号棟含めるかどうかはまだその有識者懇談会の議論の進展によるという。そうですね、はい、分かりました。全く別件でよろしいですか。8月6日の平和式年式典について広島市がですねロシアの代表を招待しないということを決めました。被爆者の中にはロシアにこそ来てもらって核兵器を
非人道主義を知ってもらう機会にすべきだというような声もありますけれども、あの知事はこ の, あの招待しないという判断対応をどういうふうに受け止めているのかということをお聞きします。はい、まあ、この平和記念式典そういうものについてはですね、やはり市が責任を持ってあの主催運営をされていることでありますので、これはあの広島市としてあの、まあ、国とも相談をされた上で判断されたということで、まあ、そこについてですね、我々としてコメントをするは控えたいというふうに思っています。時間も来ましたので次が最後の質問としたいと思います。何か他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか。日本の漁師部の西野です。よろしくお願いします。先ほどの発表 の, あの広島フードボタンについてお聞きしたいんですけども、この名前に込めた思いとあのこの取り組みについてとあの県の農業全体にどういうふうにつなげていきたいかお聞きしたいです。はい、あの、まあ、このまずこの食のイノベーションというのはですね、この広島 の, この農業があの、まあ、農産物というものだけで考えるのではなくてですね、このどういう形でこの商品化していくとか、まあ、あるいはサービスと連動していくとか、この付加価値をまあどういうふうに高めていくかということを農家だけではなくて、まあ、いわゆるサプライチェーンだとかバリューチェーンにつながる皆さんと共にそれを作っていくと、まあ、結果として農業形態の稼ぐ力っていうのを高めていくというもので、ありますので、でそういったこのことを通じてですね、この農業というのが、まあ、次の世代にこうバトンが渡されていくということですね。で、まあ、バイオチェーンの中でもこの、あの価値が渡っていくということもあるんですけど、あのそういう思いを込めて、言うところですね。まあ、ですからその、まあ、この新しい付加価値であるとかですね、あるいはそのこの資源とかエネルギーとかの問題も今大きな課題になっていますので、まあ、そういった環境価値を作っていくとか、まあ、そういったことをですね、まあ、できればいいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。これで知事定例会見を終わります。次回の定例会見は6月7日火曜日の10時半からを予定しています。ありがとうございました。